もうこの人ね、理解道場ができた当時からやってくれてる坊主屋さんだわ。また可愛らしい奥さんで、あんな旦那さん怖い顔しようのに。奥さん手早いな。ちょっと俺も塗ってみようかな。じゃあいいっすか。今日もそれショートもしゃべったけど、だけど塗装って儲からんだね。二階道場が儲からんっておかしいっすもんね。今日はね、ついにこの人が動画に出てしまうかっていう人が出ますよ。もうこの人ね、二階道場ができた当時からやってくれてる坊主屋さんだわ。あえ、奥さん、あ、マジ奥さん連れてきとんの。忙しいんだね。お、若い人おるでしょ今。はい、上でやっとるんですか。奥さんいいんですか。ちょっと後ろ姿映るぐらいいい。また可愛らしい奥さんで、あんな旦那さん怖い顔しようのに。あ、そうお久しぶりです。ボスなんか追加が出たんですよね。追加これやないですか。何やるんですか。照射ここだけ、溝だけ、溝、階段、溝の防水と、でここだけ照射。そうです。で、お忙しで嫁さんです。俺初めて嫁さんみたいな。奥さん濡れるの。濡れるな。可愛らしい奥さんじゃん。全然奥さんっぽくないね。いや、動画出て大丈夫ですか。はい、動画出て大丈夫ですか。じゃちょっと防水の解説をお願いします。何やってるんですか今。これは今これは何を塗っとるの。透明じゃないですか。プライマーを塗るんだ。それは、はい、プライマーというのは接着剤ですね。まあそうですね。はい、なのでこの上にウレタンを流す。はい、そうです。奥さんが丁寧に塗っとるわ。そんな丁寧に塗らんでいいっすよ。そんな丁寧に借り出されて手伝いに行って。最悪だね。だからいきなり YouTube 来てもらって、しまったと思いました。こんなヒリーと思いました。だってね、十何年で初めてじゃないですか、はい、俺が来たのね。初めてです。その日に奥さんがおると。ずっと手伝ったんですか。いやいやいや、たまたま。今日たまたま。もう掃除で全部させようと思う。ああ、まあこれはできる。でもちょっと今教えとったんですか。朝ね。まあ、まあ、あとは任せたんで違うことやって。上では何やったんですか。もう今もう売れたの売れたんですか。はい、売れてます。すごいねだなこれ、ボンドな。うわ、奥さん手早いな。ちょっと俺も塗ってみようかな。じゃあいいっすか。僕も塗ってみたいな。あんまり塗らんほうがいいか。俺やらんほうがいいな。くしゃくしゃにそうだね。なんでこう怒られそう。坊主屋の嫁なればできるけど、俺口だけの男だね。でも一時期若い衆死後におってやっとったじゃないですか。今ない、あんまり多くないの。今そうですね。はい、まあ、大変だな。これでほんでずっと坊主やっていくんですか。はい、もうでも十何年やっとるんですよね、うちで。そうですね、いただいてますね。まあ、ずっとやってない時もあったっすか。一時期好きなんですよね、昭和なんかやっとったね。そうですね、昭和が〇〇さん好きだね。ああ、絶対っすね。でもそう、そうじゃないですか。ええ。他のところからあんまり。でもこうやって YouTube 出るとまたうちの社員も見とるもんで、ね、あちこちから頼まれるかもしれないですよ。あ、さん、人相悪いけど、優しい人だーって。人相は本当に悪いでな。そんなことないです。で若い衆、一人上でやっとって。はい、今から塗れたんで。若い衆今一人だけですか。そうですね。募集はしてないですか。そんなに今はあれです、ね。忙しないですか。まあ、屋根の分だけで。あ、まあ、そんなにもうバタバタ人入れんでいいやみたいな。あれ実習生使えるじゃないですか。え、実習生特定技能。実習生一番いいっすよ、これみんなやってること。覚えていなくなるのが。でも実習生もう今10人ぐらいおるよ。あ、そうなんですか。伸びた。日本人の30倍ぐらい働くよ。ちゃんと日本人なんかもっとアホしかおらんでしょ。じゃあマジで、じゃあやる気ないやつしかおらんじゃないですか。みんなちょろちょろやめてくれるし。あ、まあ、だってそうじゃないです、まあ、5年でやめてくって短いって思うか、日本人10人使って1人しか残らんと思うか、はい、じゃないですか、うん、こっちが撮影しようとずっとやっとるんじゃない。実習生の方が絶対いいと思うけどな。たまたまうちもそういう商売やってるもんな、ね、あんまり今営業みたいになっちゃうとあれですけど。うちから入れてくださいね、入れてくださいね。じゃあちょっと上見ていこうか。ここも全部塗るのよ、うん、ここはプライム、あの防水して、ここ長尺シートって貼るんだろ、うん、あの長尺シートはなんでお前のところお父さん多少やるんちゃうか。やらんかな。クロスに貼ってるのしか見たことない。あ、クロスしかやらんかもしれない。注釈はやらんかもしれない。あ、おー、あ、あれ、お久しぶりです。手の現場で貼っとるよね、俺。あ、もう昔から。昔ね、はい、あれ、手止めずにちょっと見たい。ちょうどやってるところ。防水歴どんだけですか。10年ぐらいですね。10年ぐらい、はい、そんなことないでしょ。だってうちに来てからでも十何年経ってない。
な10年ぐらいですかね。だって練り替え道場の仕事やる前からやっとるんですかね。そうですね。だったらもっとじゃない。だって練り替え道場の仕事も14、15年やっとるよ。あ、そうですか。うん、もう自分の年齢を忘れちゃったんですか。いやこれが難しいんだね。またこれ一発で、で、あとトップですか。いや、もう一回あ、溝も、はい、あ、溝は一発でよかったんじゃなかったですか。でも2回見るとは思うんですけど。懐かしいな、こうやって防水の仕事。俺もこれ YouTube でわーわー言っとるだけだもんで、ね、現場見に来へんもんで、はい、懐かしいな、こうやってね、作業見て。 YouTube やっとるの知ってました。あ、はい、たまに見るですか。たまに、はい、よく見てください。あれなあ、屋根の上にソファー置いてあるやん。なんてあれ、あそこでなあ、やば、誰か座るんじゃない。あそこでのんびりしてタバコでも吸うんじゃん。どうやって上がるんだろうな、あれな。どうやって置いたんだろうな、あそこで。風で飛んできたんじゃん。それはないです。どういうとこ気をつけなかったですか。うん、壁とか。ああ、そうかそうか、もうつけたら終わりだもんね。あれもやるでしょ、あの NBC とも結構やるっすよね。あ、いや、はい、やりますね。長尺はやらんのっすか。あんまりやらないですね。あんまり邪魔するとかなんで、これでいっか。結構ここ何回かシーリングも取りに来たよな。あ、これシール動画撮ったじゃん。基本出しっかりいったよ、これ。もっちもちなの。そんなのうちの職人は。でもさ、俺さ、これ YouTube で何回も言ってるけどさ、芝も自分のところでやる。で、今日もそれショートも喋ったけど、だけど塗装って儲からんだって。なんでって言ったら、買う前にお金払わなじゃん。契約しないからじゃん。わからないから、完成が。そうそう。想像したりできない。そうそう。ほんで、なんぼでも手抜けちゃうじゃん、こんな。だからこんな防水もそうじゃん。結局2人、3人に今日入ってるけど、2日抜いたらもう6人くらいで、まあ2万円に換算したら12万円手抜けるわけじゃん。2日ぐらい余裕で抜けるじゃん。雑やろうと思ったら、こんなもんプライマーの中では一撃だろう。全部これ塗っとるよ。適当にやる。こんなんやらずにやったら、そうそうそう。こんなもんだってプライマーのランクってもう5年やそこらわっかへんで、はい、こうやってたまたまこうやって YouTube で本当にたまたま来るだろ俺って。だけどさ、だって足場もシールも全部自分のところでやるから絶対に利益率いいわけじゃん。うん、だからこの値段でやるっていうのにさ、予想はそれよりも安く出してくるわけじゃん。そうそうそう、足場とかさ、シールとか、うん、そうそう。でおかしいんだよね、そんな絶対にこの値段でやれるってことは。二階道場が儲かなんておかしいですもんね。だってよくこの間も連れと飲んどって、塗装屋で、二階場がもう安くて有名だよって鉄連に言われて、お前のところ仕事はマジでやりたくないって。だけど俺からしたらお客さんにもじゃあいいものを提供できとるってことだよなって、安いからっていい職人さん多いじゃないですか。さんの子も十何年やっとるかも。儲からんのか忙しいのかわからんけど、奥さんまで手伝わせとるぐらいだから。だってこんなプライマン塗らんときは塗らんで、4、5年分かへんもんね。まあ言い方悪いけど。いやいや、分かれてます。分かるんですか。やっぱめくれてくる。だけどそういう塗装屋が多いじゃないですか。うちなんか絶対にだって足場もシールも自分のところじゃないですか。で防水もね、こんだけ古い人たちがずっとやってくれとるって、まあ、決していい値段とは俺も胸張って言えへんで。だからその値段でやっとるのもっと安く出してくるとこいくらでもおんのもん。防水なんかね、防水なんか特にじゃないですか。あの肉厚の問題だもんで、ね、何ぼでも手抜けるもんね。言い方悪い、言い方悪い、言い方悪い。で、そうじゃないですか。まあそうですね。防水なんか本当そうですよね。だってびっくりするような話だよ。材料でこれ超えとるよみたいな。それ今 何塗っとるんですか。そこはウレタン塗るの。そうですね。あ、この立ち上がりの分だけ。はいはい。なんでここで、まあ、こっちに逃げ、著作あるもんで、ここまで逃げて。はい。そうです。ああ、そういうことですか。ええ。大変だね。著作って僕はもうシートにバーって貼るんで、ここは。だから、で、シールも打つから、そこまでやらんでいいわけよ。だけど、この100ぐらいはウレタン塗ってくるんだよな、ちゃん。優しいってか、まあ、プロなんだろう。優しいとか、優しくないんで、それお前、言葉がおかしいよ、お前。じゃあ、行きます、じゃあ。え、お願いします。奥さん、またよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい。視聴者皆さん、初登場の T ファミリーに会えて皆さんどうでしたでしょうか。だけど本当、まあ人のいい人だな。やっぱこうやって YouTube やってるとこうやって会うっていうのも嬉しいな。でもあんだけやってさ、もう本当に防水屋さんって一番かわいそうなんだ。ああやって丁寧にやる人ほど儲からんだ。言い方悪いけど。だって、防水って塗装はまだ違うんだわ。100万の工事で材料なんか10万、1割ぐらい。でも防水って100万の工事だったらもう7割ぐらいが材料費なの。まあ7割ってことはないから50%ぐらいが。平米3キロだから、一等間が15キロとかだろ、普通の塗料のお前が大体見るやつ。
ボスはちょっと18キロとかもうちょっと大きいやつなんだけど22キロとかあるんだけど、15キロで平米3キロだったら、だってもうここでもう駐車場1個で、まあ、これ 2メーターないでしょ、で、まあ、1、2、3メーターでこれで6平米ぐらい、これだ3キロってことは6平米の1平米3キロだったら18でしょ、これで糸が1本で足りんだよ、ね、そう考えたらもう1、2、3のここだけで、そうそうそう、もう5本とか4本ちゃんと着て入れようとしたの。だからそこを手に抜く人はいくらでもおるわけよ。それで儲けよう。そうそうそう。1枠で1本足りない。超必要だよね。超必要、超必要。超必要。お前のその反応、もう視聴者的には、うん、一般の方的には最高。超必要やって。超必要じゃんって。マジって。ね、何か感じてくれない。そうそうそう。だって、今8個駐車場あったもんで、10本がいるってことだよな。それをじゃあ3本抜いたらその3万4万5万って抜けるわけじゃん、ね、しかも絶対分からんだろ。はい、じゃあ視聴者の皆さん、村田翔が防水のなんか、うん、俺が言うとなんか信用性があんまりないように聞こえるけど、マジリアル話をちょっと今日はいけないんじゃないでしょうか。いけないやつだと思う人はいいね、チャンネル登録、はい、であと若い女性からのチャンネル登録が私は欲しい。フォローしてる人多いんですけど、マジ女の子フォローしてよ、マジ私はね、メッセージちょうだいよ、高校生ぐらいの子とか、男のメッセージは全部無視するけど女の子のメッセージはマジ全部返信する。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。 あと足場材の買い取り、はい、うん、とイベントゴルフが3月で塾マジで来てほしいね、はい、うん、女性も来てた、マジ女性のゴルフは来てほしいな、男性と一緒にだけど、女性のゴルファーは、あの、半分俺が見るわ。まあ、飲み代ぐらい出したってもいいな。女性だけ、ね、あ、女性はな。夜の、あの、二次会も、飲みもあるんで。はい、まあ、40、50人ぐらい集まっちゃうかな。ぜひ、まあ、ちょっとコロナ持ち取ると思うんで、ぜひ参加の方よろしくお願いします。せーのって誰もいいか。まだね。